3月1日の日曜日にドイツの森リニューアルオープンしたということで、日本初よ、アルプスの少女ハイジ公認の、全部ハイジじゃんやばっ、すごいハイジの衣装あるよ、なんかすごいいい感じのとこじゃん。初めて絞ったかも。今日はこちら。どこみたいな感じなんやけど、あの一応ドイツの森にやってきました。うちもなんか来たのがもう記憶になくて、一番最後に小学校とかかな、まあどんなとこだったかっていう元々の記憶ももう薄いんだけど、ねえ、日曜日はどこ行くの？長いお休みはどうするの？もちろんドイツの森へおいでよ。ウェルカム岡山農業公園ドイツの森。3月1日の日曜日にドイツの森リニューアルオープンしたということで、今日は遊びに来てみました。結構小学校のなんか旅行とかで親と一緒に来たようなイメージが。あ、なんかゲートはなんかちょっとディズニーランドっぽくない？え、すごい。え、見て、ほらほら、見て、ニューオープン、日本初よ、アルプスの少女ハイジ公認のブランコが登場公認らしいよ、ほら。ということで、まあ、ここの岡山フォレストパークドイツの森に入ってみたいと思います。ちょっと待ってよ。はい、岡山フォレストパークドイツの森の案内が、まあ、こんな風に夏も私今手を取ってきたんだけど、同じ感じで町エリア、村エリア、薪エリア、遊エリア、お花畑エリア、え、なんかめっちゃ目立たんじゃんあ、なるほどな。ちょっと頑張ってるのは分かるけど、やっぱりまだ下しか花ないんだけどみたいなどういう感じこれ。え、すごいなこれ、マップいろんなところにあっていい感じだな。あ、なんか思った、なんか街並みはすごいいい感じよ、この感じ。めっちゃほら見て、なんかちょっとユニバーサルスタジオジャパンみたいじゃね。はい、じゃあここが、マップでいう街エリアになります。なんかこんな感じで丸くこう囲まれた感じの中にお土産ショップがあったりとか、グルメの体験教室があったりとか、レストランがあったりとか、そういう感じのコーナーになってます。あ、お土産コーナーかな。すごいハイジの衣装あるよ、これ着て。ほんまじゃん、え、1万円、うん、え、かっか、全部ハイジじゃんやばっ、ジグソーパズルとかやりて、 DVD とかもある。あ、DVD とか、あとクリーンハイとか、これもかわいい、この形かわいいけど、500円めっちゃええだん、これ。なんかアルプスの少女のハイジを見てから来ればよかったそしたらなんかうわーってなるのにな、気持ち的に。なんかちゃんと見てこよう。はい、まあ、あそこ全部つながって、お土産コーナーとかはあのね、クラフトコーナーがあって、次ここ、体験型手作りスイーツだって。あ、ここの辺全部体験エリアなんやな。何これ、瀬戸内の四季グルメ10選、
だって、え、美味しそう。なんかすごいいい感じのとこじゃん。カップ付近だ。あ、入れた。なんか入った、うちなんか入っちゃいけんところ入ったからみたいな感じで空気になったし、いや、やっとんかやってないかもわからんし、なんか入ってきた瞬間こんな感じで見られたけ、え、良かったんだな、今なんかやってますかって聞こうと思うのすらやめてしまった。本日休み、休みだって。土日、祝日だけ。焼肉食べてあ、見て、バームクーヘンができるまでのなんかバームクーヘン工場みたいな感じ。そうだね、結構もうやる気ね、やる気なさすぎじゃん、これ。何これって、これってあれ、あの見せるためのあの何、いや、じゃないの、 それはないの。これ、ちょっと僕の中のこの瞬間、ちょっと中入ってみる。え、入れなんだけど、え、あ、今日ってやってない感じですか。あ、やってないですよ。あ、ちょっとこちらの開かない、あ、あっちの開かない、あ、なるほど。あ、ドイツの森ってもともとバームクーヘン推しなんですか。まあ、そうですね、もともとはバームクーヘンとソーセージ、はい、そうなんだ。3月にリニューアルだったので、あのちょっと前まではちょっと作ってなかったんです。あ、そうなんだ。でもここで、なんかさ、とりあえずバームクーヘンはめっちゃ美味しそうだったけど、有名っぽかったし、でもなんかめっちゃ暗かったよな店内。しかもこれなんかこう入ってきてさ、絶対さ、こっから入るが普通。なんでここのドア開かないみたいな感じなんやけど。ハイジとかでもそんな自動ドアとかないやん。いや、まあやっぱな、結構昔の感じだよな。再現してるかもしれない。なるほどな。そういうことか。そういうことしよう。だけまだ剥がれとったりする。そうだね。10時30分から。これ時間全然あれやな。あ、開いたよでも。なんどういうこと。何それ言ったらあかんの。初めて見たかも、このムッとやつ。え、もう反応に困りすぎるわ。なんかすげえ、しかも見られてるし、めっちゃ見られてるし、なんか目、ね、こっち見てるし。え、なんか、え、だんだん恐怖が押し寄せてくるような、どういう感じこれ。なんか逆に楽しくね、逆に楽しい。え、みんなスーッとるよ、超楽しいじゃん。すいません、こうやって体験するのはできないですか。あ、できますよ。できますか、はい、やったー。はい、こちらへどうぞ。へぇ、やばい。アルコール消毒だけ最初。はい、わかりました。根元をギュッと持っていただいて、はい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 、残った指で上から順番に 1,2,3 と結構力強く握っていただいて、親指と人差し指でギュッと持っていただいて、はい、残りの指で順番、あ、そうです、そうです。やばい、合ってない。これ結構なんかあれですね、なんかあってなる。ちょっと触り心地もまた独特なんで。初めて絞ったかも。回転結構来てました。今日も、今日は少ないですけど、土日はやっぱり多いですね。あ、やっぱり昨日とかも多かったですか。そうですね、大体恋愛広場。
かすげえめっちゃ動いてきたから上手に読んだ、褒められたんやけど。はい、では女性の方は短い指で。その近くの筒に矢を入れていただくようになります。ここまで引っ張って、ああ。まっすぐ伸ばして肘を上げて、うわーい。なかなか真ん中にはでもいかんな。意外と難しいけど、簡単に飛ばせる、結構、あの、私でも。一周回ってきて、のブラエリアにやってきました。ここが、あの、結構こう、パンフレットとかでも激推しされてる、このハイジのブランコが日本初登場したというところのエリアになります。じゃない？石がボタン。来た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 。押すなんだ。もう石がボタンはゼロですか？そう、ちょっと石がボタンができなくて、ちょっと釜の状態が悪くて。そうなんだ。申し訳ございません。はい。そうなんだって。いうことですね。あ、じゃあなんか最初に石ガムパン焼き、ま、あげましたみたいなのはなんか放送か、放送あったでしょ。あった。その後にすぐあの今日本日中止ですっていう。ここで歌おうかな、私。そうやね、大晦日ぐらいちょっとなあ、ここで歌ったらええんじゃね。ここ確かに、あのここで歌わせてください、お願いします。で、あなたはどんだけ呼べるんですかみたいな話になって、いやでも多分言ったら悪いけど、今日のここにおる人よりかは多分呼べるよ。大きく出たね。呼べるよ、大晦日が。ちょっと、ね、どや。辺りに来たら結構こうインスタ映えの写真とか、なんかこうポートレート写真撮ってる人たちとかにもすごいいい、なんかスポットみたいなのもとかいっぱいあったし、こういうまあブランドのとことか作りとかも結構いい感じ。はい、ということでですね、まあ、ちょっといろいろできないエリアはあったけど、まあ、またちょっと遊びに春先ぐらいにね、いろいろこういろんなことがこう落ち着いた時にまた来てみたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた。ということで、次回5月ぐらいにもう一回あげたいなと思います。はい。お楽しみに。わあ、すげえ、これどこ持ってもいいんやね。ドイツの森へご来園誠にありがとうございます。はい。チューチュートレインクローネンは園内を一周していきます。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。